ボリビアの国旗は、マヌエル・イシドロ・ベルス政権下の1851年10月31日に制定された。1888年7月14日には、上院において、正式に国章と国旗の使用について定められ、その第五条に次のように記された。この三色は、それぞれ動物の王、鉱物の王、植物の王を意味する。8月17日が、 国旗の日とされている。2004年7月19日に上院で3種類の国民旗が決められた。市民旗は国旗と同一、政府旗はその中央にボリビアの国章を描いたもの、軍旗は中央の国章の左にオリーブの枝を右に月桂樹の枝を丸くあしらったものである。さらに、ボリビア海軍の旗は青の余白を大きくつけて9個の金色の星で飾った。 ものである。この9つの星は、ボリビアの9つの剣を示している。加えて、余白の中央には、大きな金の星が一つ描かれるが、これは失った土地である、リトラル県を示し、この太平洋への出口を取り戻すことへの希望を表している。ボリビア共和国は1825年に独立を宣言した。この時、下級期と、 上級機と呼ばれていた2種類の旗が使われた。これらは現在では、国民旗と政府機に対応する。どちらの旗も1、2、1の比率で水平に分けられた3つの帯を持ち、上下が緑色で中が赤であった。国民機の方は赤い帯の中央に、黄色の星とそれを取り囲むように、オリーブと月桂樹の枝が左右に描かれている。上級機の方は、星と枝の絵が5個描かれている。 これは当時の5つの剣を表している。1826年7月25日には黄色が加わった3色の同幅の帯の国旗に変更された。政府旗はその中央に国章が描かれたものになった。この旗は1851年10月31日に現行の国旗に改められるまでの間用いられた。なお、1836年から1839年に かけては、この旗は、ペルー・ボリビア連合内で、ボリビア領を示すために用いられた。赤、黄、緑の3色は半アフリカ色と呼ばれ、アフリカ大陸の諸国で幅広く使用されている。ありがとうございます。